はいえー、3313回始めます。9月3日、9月入りました。えー、3313回始めたいと思います。うん、今日もあの早く来て、もう2時間、3時間ぐらい経ったのかな。いや、進み遅いね。<laughs> 毎回だけど。なんでだろう。なんで進まないんだろう。本当に。計算通りいかないな。はい、読売新聞から。はい、これはね、日本の通常、通常の。うん 特に変わった話じゃないですまたこれ不正でしょ、うん、不正受給、うん、介護報酬570万円不正受給社会福祉法人を大分県が行政処分ということでね新規利用者受け入れ停止3ヶ月の処分えー、ねよくある話だね不正受給公金中々ですよ私に言わせると介護報酬を不正受給したとしてえ大分県は29日 大分県別府市の特別養護老人ホーム、えー、を運営するえ特別養護老人ホームあれこれ難しいよ、うん、なんて言うんだろうこれ読めないなん特別養護老人ホームなんとかを運営する社会福祉法人性愛会って言うからな、うん、生生卵の生に愛してるの愛で会、ね、性愛会 中西昭一理事長に対して社会福祉法人性愛会に対して新規利用者の受け入れを3か月間停止させる行政処分を行ったと発表したと不正受給は約570万円に上ると大分県によると2022年9月から2023年2月と2023年5月から今年2月の計16か月間にわたり 常勤で、常勤で専任の介護職員の配置が必要な業務に、県任の職員、ああこれあるね、県人、うん、の職員を配置するなどして、えー、介護報酬を不正に受給していたと、うん。介護保険法に基づくし新規利用者の受け入れ停止期間は、9月9日から12月8日の3か月間、うん。外部から、えー、2月に情,情報提供があり、 県の特別監査の結果合計571万3440円の、うん、不正受給が確認されたと、ね、2月に情報提供があってね、うん、特別監査の結果571万円の不正受給が発覚したということでまああのー、介護報酬をめぐる不正受給っていうのはもう本当にねあの介護保険制度の下でね今高齢者 あ福祉の方あるんですけどやってるんですけどもう埋虚にいとまがないと言ってもいいぐらい出てきますねこれ私の宮城県でもねあのつい最近ねあの今回ちょっとたまたま扱わないんだけどまあ,あのソースがねちょっとうんニュースソースがちょっとあのまあまあまあうん不具合があってというかちょっと使えないあれだったんでうんあのー。 紹介はしないんでですすけど宮城県でもありますよこれ、うん、で今回大分県ねこの社会福祉法人性愛会不正時給ね570万円に上るとその手口、ね、あのまあまあ、まあ、全くいない人をいると偽るっていう手法もあるんですけど今回は兼任ね、うん、あの介護職の人、ね、いろんなものを兼任させて一人しかいないのに2人分にするとかね、うん、そういうやり方 県人の職員を配置するなどしてっていうやり方ね、この手口もね、あのたくさんありますね。もう本当にね、あの今あの今回は大分県だけどね、まあ各都道府県でチェックが厳しくなってるね。で大体こういうの、今回もそうだけど情報提供がありってあるね。うん、2月に外部から情報提供があったとなるけど。 まあ内部からの通報っていうのはねあんまりないんだよねこれね、うん、内部通報もあるけど、うん、やっぱりあのやっぱりね内部からでも外部からでも通報があって初めて患者さんが動くみたいな感じですよ、うん、まあまあまあ,、うん、あの本当に第三者から分かんないからね、うん、あのこの社会福祉法人なんとか会とかの内部っていうのは本当に。 外かかかか。らら見てても分かんないから何やってるか、ね、本当に3度の飯を、ね、入居者の人に与えてるのか、ね、あとちゃんとお風呂に入れてるのか、ね、ちゃんと、ね、あの身の回りの世話をやってくれてるのか、ね、掃除洗濯とか行き届いてるのか、ねね、何かレク,リシュレクリエーション的なあの楽しみみたいなことをちゃんと、ね、あの一人一人に寄り添う形でやってくれてるのかとかそういったことっていうのは外部からは全く分かんないから。うん あの入居させてる家族から見ても分かんないよこれ、うん、私もうちの母親ね最後あのー、施設に入っててもらったんだけど亡くなるまで、うん、分かんないよ外から見たんじゃ家族からしても、うん、だから結局ね決定打になるのはあの通報なんですよねこれはいということです、ね、大分県の、えー、社会福祉法人を運営するまあねあの社会福祉法人がね今回3ヶ月の あのー？なんだ新規利用者の受け受け入れを停止するっていう処分を受けたということ。不正受給は約570万円に上るとね。その手口はまあ職員を兼任させるっていう手口だったよということです。終わります。チャンネル登録高評価お願いします。失礼します。